どうもアンビシャス TV の杉平です。元山です、今日は日本全国の、新幹線と特急電車の紹介をしてくれるそうです。今日は、はい、3分くらいで終わります。はい、で九州編です。 JR 九州ですね。あ、そうですよ。わかってますか？はい、JR 九州です。JR 九州は他にもいるんですけど、813系など。813系、まあこの中では皆さんはどれが好きですか？こう見せて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 。決めましたか？僕はね、このハウステンボスと緑とかが好きです。皆さんはどれが好きですか？ハウステンボス号？ハウステンボス号はどこ？博多駅におるよね。いるけど、うん、まあ、この2つ乗ったことあるけど、うんうん、この緑で佐世保、まあここに行って、それでホテルに泊まったりして、こういうのを見て、最後これで帰ってって、うん、これで帰っていって、それで博多駅に着いて、まあなんか終わったんです。うん、新幹線は？新幹線はここら辺のこういう上のやつです。なるほど。つぶくんの好きな電車はどれ？新幹線でもいいよ。まあ新幹線でしたら、うんうん、まあ兄ちゃんはなんかこの2つが好きで、うん、うちはこの光レールスターが好きです。光レールスターね、うん、よくね、これおるよね、博多駅にね。うん、乗ったことあるじゃん。なんか、新大阪だった。うん、そういうところから、これで行きに行って、うん、博多駅に、これで帰ってた。あ、新大阪まで行った？いや、わからんけど。わからんって。なんか結構遠い道路に行って、うん、夜に。じゃあ今度は、じゃあ新幹線の説明をしてもらおうかね、OK。 じゃあ今日は JR 九州編でした。次が、新幹線編をやってもらいます。新幹線編の次は、うん、中国編、ラフユとか四万十渦広とかですね。ほう、ではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画も出しておりますので、はい、ぜひ概要、動画出てる方からお見ください。はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。アンビシャスじゃんけん大勝負じゃんけんポン、こっちの勝ち。